瀬戸康史の動画。おはようございます、瀬戸康史です。風邪をひいてしまいました、ただいま12月31日朝8時に撮ってるんですけれども、もうポカリが手放せない状態となっております。昨日の12月30日で全て買ってよかったものランキング終わって、で31日はゆっくりお家で休もうと思ってたんだけど、30日に風邪ひいてしまいまして、はい、完全に死んでないですよ、死んでないんですけど、静江さんに写真撮ってって言ったら、なぜか真上からなんかこうやって撮られちゃって、もう死んでるみたいな死んでるみたいに撮られましたけれども、まあでもほぼ死んでましたね。ということで今日12月31日なんで、もう早く撮っちゃって早く編集して早く出さないといけないんで、ちょっとまあ手短にね、最後なんで手短にいきたいと思います。ということで5位から1位カダン。はい、ということで第5位なんですけれども、買ってよかったものランキングに入るっていう風に予告していたこれです。ででん、ソニーのノイズキャンセリングヘッドホン。今までだったら、例えば僕がここで編集するときは静江さんにちょっとテレビの音小さくしてとか言ってたの。今はもうテレビ音つけてていいよみたいな、テレビもう見てていいよ静江さんっつって、でこれでシュッてすることです。静寂で、僕はこれ買った時にレビューした動画を見てね、量販店とかに試しに行ってくれた人とかも結構いたみたいで、やっぱりとんでもねえみたいな、ヨドバシとかに試しに行った人、すごいでしょ、すごかったでしょ。もうだから量販店とかだったらむっちゃうるさいから、効果はさらにわかると思うんで、ぜひね、気になる方は、まあちょっとね、3万4万ぐらいするので高いんだけど、試してみる価値はあると思うんで、ぜひびっくりするから試してみてください。はい、第4位はですね、今年数年ぶりにですね、私の写真を撮る意欲というもの、モチベーションというものをまた湧き上がらせてくれたカメラでございます。こちらキヤノンの EOS M10 でございます。あ、違う EOS XM でございます。これもね、ハワイには持ってきましたよ。いっぱい撮りました。でね、ハワイで一個気づいたことがあって、このファインダーがめちゃめちゃ役に立ったんですよ。日中ね、ずっと外撮り歩いてて、もう日差しもすごいんで、もうここのね、バリアングルのこのモニターとかも全然反射してね、見えないんですよ。だからそういう時にはこうやってやると、すっごいクリアにこう見えるの、外が。で、静江さんは今までこれのまあ下の方のモデルの、M10、今は M100 ってやつになってますけど、M10 ってやつ持ってるんだけど、はい、こちらが静江さんの M10 なんですけど、やっぱり静江さんもこれ欲しいってなってきて、俺が撮ってるの。見てて、で静江さんにも実際これ渡して、ほら撮ってみつって、これファインダー覗いて撮らせると、うわめっちゃ綺麗みたいな。やっぱ日中はね、こうファインダー覗けるっていうのはすっごい良くて、ハワイではこれでばっか撮ってた、もうほぼファインダーで撮ってました。で静江さんもそしたらさ、私の M10 ファインダーないファインダーないんだけどとかってね言うじゃん。でしかもこのオンオフもね、これで押す感じじゃない、これさ、はい、今ついたんだけど、なんかこうコンデ時間がね出てるわけ。でもこのキス M になると、はい、ここでオンオフね、これがやっぱりね、素早くこの撮影モードにすぐ入れるみたいなね、これがやっぱりいいわけですよ、キス M 本当に。で1個だけ弱点を言うとすると、これだ、内蔵ストロボがあるんだけど、この M10 のいいところっていうのは、この天井バウンスができるの。天井バウンスっていうのは何かっていうと、フラッシュって直接当てると、なんつうの、照明当てましたって感じが出ちゃうんだけど、こう上にこうやってね、こう光を上に発射することによって、こう天井に反射した光がまた降ってくるみたいな感じになって、自然ないい感じになるんですよね。でよく使われるテクニックなんですよ、天井バウンスっていうのは。でも、この M10 はね、天井バウンスできたんだけど、このキス M はね、ここまでしかいかないの、固定になっちゃうので。だからここに下敷きとかで白いのこうかませたりとかすれば、まあ天井バウンスできなくもないけれども、普通にこうもうちょっと上がればなみたいな。なのでこの内蔵ストロボで天井バウンスができないっていうことが、まあ僕の中ではちょっと、残念だなって思うところで一つ見つけました、でもそれ以外はねほぼ完璧だね今のところは、まあもちろんレンズはね、このあ、そうそれで映レンズ忘れてた、そうキス M と映レンズのこの組み合わせが最高だということです。でハワイのね、こう見てください写真を、もうね、もちろんね、これ今静江さんがつけてる、22mmF2 このキヤノンの純正のレンズつければすごいピシッとね、解像度がくっきりとした、で背景もボケたね、いい写真が撮れるんだけれども、それってね意外と誰でも撮れちゃうというか、その辺で見かけるんだよね。なんかこう作品っぽくならないんだよね、そのままじゃ。この映レンズだとね、これパシャって撮るだけでなんとなく雰囲気が出んの、フィルムっぽいね。
映るんですのレンズを再利用してるわけだから、もうエフェクトかけなくてももうパシャって撮ってここに出てくる JPEG 撮って出しのこのままここに出てくるノーエフェクトの状態でもすでに味が出てるから、すごいこの映レンズの凄さ、そしてこの KISS-M のコンパクトさ、またどっか旅行行くときはこれ持っていきたいなって思ってるぐらい素晴らしい組み合わせでございます。ということで第4位は、YOSKISS-M と映レンズの組み合わせでございました。はい、第3位はですね、非常に地味なアイテムなんですけれども、考えてみると俺ずっと使ってたなっていうやつです。はい、第3位はこれ、この下のこれです、ベルボンのスタンド付き一脚です。一脚なんだけれども下が三脚になってるみたいなやつで、普通の三脚とかだもあるんだけど、これね、これマンフロットの三脚なんだけど、高さを出したいとき、高さ出そうとすると足をさどんどん伸ばしていかなきゃいけないね。こうやってほら足をさどんどん伸ばしていくと、その高さは出るんだけど広くなっちゃうのよ。この3つの足が全部伸びるから、俺ただでさえここ狭いのにこう場所が大変なのよ。なんかいいのないかなって言って探したのがこれで、こいつは高さ出そうと思ったらこの足も一応伸びるのかな、足はこんだけ、ここだけ、こんだけしか伸びない。だから一応最長にしてこんだけしか場所は取らない。で高さ出したかったらこう一脚になってるから、ほらもうすごいよ、もっといっちゃう、ほらここまでいく、すごいなこいつ、何気にいくな、見えてる、ほらすごいでしょ。僕身長177ですからね、180センチぐらいまでいきます。この高さを三脚で出そうとしたらここの位置に置くの無理だね。だってこう足がこう伸びちゃうから多分ここに壁にどん付けとかできないのよ。でもこのベルボンの一脚だとここに壁ギリギリのところにこうやって置いたりとかできる。ただねやっぱ足が短いから揺れは結構あります。静かなところで振動のないところで使えば全然いけます。で僕は今までどうやって使ってたかっていうと、やっぱこのメインカメラがあってこれ手元に例えばカメラとかこの机のここを映したいときにこれでここまで上げることもない、ここでサブカメラとしてでこんな感じかな、よくなってるよね俺の動画、こういう風になってるの。それはこれすごい便利なの、すぐ刺さってセッティングしたいときにこれは役立つ。しかもあんまり場所を取らないってね、下は足は本当にこんだけの広さしかないから、だから、まあ狭い部屋で動画撮る人とかささっとセッティングしたい時とかこうスッて動かせるから、こっちから撮りたかったらこうで高さ変えたかったらこういけるしね、この素早さを出せるっていうのがいいので、こう下から撮りたかったらこうやってしかも自由運動になってるからこうスッ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 ってこういろいろいけるからね。これだから僕のサブカメラシステムには欠かせない三脚じゃなくて一脚でございました。ということで、第3位は、ベルボンのスタンド一脚でございました。はい、第2位なんですけれども、外出するときには欠かせない腕時計でございます。ということで第2位はこちら、アップルウォッチではなくこちらチープカシオ、型番は、F91W1JF っていうやつなんですけれども、まあ俗に言う、チープカシオっていうね時計ですね。今アマゾンで見るとですね822円です。本当に安い時計なんだけれども、でまあその安くてしかもレトロ感があってっていうのがまあいいよねっていうことで、チープカシオっていうのはちょっとしたブームになっていたりするわけなんですけれども、それの一つで、これ本当に軽くて装着感が本当にないの。だから腕になんかついてる感じがあるのが嫌だって人には本当におすすめ。うん、で水もある程度大丈夫だし丈夫だし、で俺はその後さっき見せたけれどもこれねアップルウォッチのエルメスのやつを買ったんだけれども、まあこれもねせっかく買ったのにあれなんですけれどもちょっと定着しなかった、結局じゃあ外行くぞってなるとスッてこれはめちゃう。やっぱね重い、なんかこう異物感がすごかったんだよね俺の中で。ちょっと調子乗ってねエルメスのこうバンド買っちゃったんだけど、これもねまあずっとはめていけば簡単にはめられるようになるらしいんだけど、なんかこうはめるときにこうねこう皮通さなきゃいけないのよ、ここ通さなきゃいけないんだけど、なんかこれが嫌でね、もう本当にアップルウォッチは使いたいのよ別に、これからはもうこれだけでなくこれアップルウォッチをデビューしたいなってずっと思ってるんだけど、なんかこれ気に食わないなと思って、でこの間ねアップルストア行った時に置いてあったのよアップルウォッチが。
で、それはめてみたら、うおーってなった。うおー軽ってなったの。で、何で軽ってなったかっていうと、これ。スポーツバンド、スポーツループ。アップルウォッチにスポーツループがはまってるやつが置いてあったの。で、それをはめたらすっごい便利だったから、あ、これやんこれやんつって、これ買ったの。結局エルメスはってなっちゃうけど、いや、ちょっとエルメスとかじゃなくて、もうエルメスとかじゃなくて、だってね、エルメスのままこれで使わないんだったらさ、ベルト変えてでもさ、使った方がいいじゃん。これいっぱい色がありますから。はい、こんなのね。でね、これどういうやつかっていうと、ほら、音聞いてわかるでしょ？ほら、マジックテープのやつ。じゃあちょっとこれ、やっちゃうわ。はい、外して、こうかな。はい、美しいでしょ。美しいじゃん。非常にシンプル。ここに引っかかりがあるから、引っ張っても全部抜けないようになってるね。こう通して、こう引っ張るだけか。ビーって引っ張って、これをくるんってここにはめるだけ。わー、あ、でもこれでもかなり軽くなったけど、さらになのよ。さらにね、何が俺感動したかっていうと、これね、アップルウォッチってさ、ステンレスとアルミっていうのがあるのをご存知ですか？これキラキラしてますでしょ？これステンレスなんですよ。で、俺はなんかこのキラキラしてるやつ、ステンレスがやっぱりこっちの方が高いから、こっちの方がいいじゃんつって勝手に思い込んでこれ買ってたんだけど、アルミの方がいいじゃん。全然アルミの方が良ない。気づいたの？アップルのお店で触って。うわ、軽っつって。ステンレスね、重いのよ。なんか、ブルンブルンって、ブルンブルンっていうか、なんか大きいものがここについてて、大きい重いものがついてブルンブルンって感じなのよ。でもアルミのやつはめてみたら、わ、軽っ。これスポーツループではめやすいでしょ。もうこれだってカシオよりはめやすくなってるからね。これ一応穴通さなきゃいけないから、こう通してね、こう穴ぼこにこう入れるタイプね、よくある時計のやつ。でもこいつはもうこれマジックテープだから。でも別にその子供用の時計とかじゃなくて、ちゃんとアップルウォッチで、アップルの純正のやつで、こうでしょ、こうでしょ、もうマジックテープのこれで。しかもこれアルミにすべきだったんだってことに気づいて、うわ、これだったら俺全然はめられるわと思って。アルミでええやん。まあステンレスにはステンレスの良さがあるんだろうけれども、俺その軽さでアルミに感動しちゃったの。だから、まあ第2位はこれだけれども、来年2019年はちょっとこれをアルミにして、やっとアップルウォッチデビューちょっとしてみたいなと思います。はい、ということでお待たせいたしました。2018年買ってよかったものランキング第1位なんですけれども、もうこれはね、もう予想ついてる人も結構いるんじゃないですか。俺はもうしょっちゅうもうそれ出して、しょっちゅうなんかこう、ポコ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 触っててね、インスタとかさ、ツイッターとかにもアップして、なんかこう、本当に動画にはあんまならないんだけれども、趣味としてずっと、俺の興味を引きつけ続けたガジェットでございます。いやー、すごいもん見つけたなと思いました。ということで、第1位は、これ！ノベーションのローンチパッド！プロでございます。なんだろう、僕がこれ叩いてるのを見て、よくね、どういう仕組みになってるのかっていうのがよく分からないっていう意見を結構いただくので、そのうちね、これはどういう仕組みになってるのかというのを説明したいと思うんだけど、これ今ね、ドラムのやつになってるけれども、これね、みたいなね、こういうピアノのやつができたりとか、今後も私はこのローンチパッドプロの研究を続けていって、で2019年はね、まあ今年もちょっと曲を少し作ったりとかもしましたけれども、それをさらに、今年よりもさらにかな、ちょっと音楽がっつりやっていきたいなと思います。いずれは、まあ、三崎 TV ラップで一応 iTunes とか音楽出したけど、自分なりに納得する音楽三崎 TV ラップに納得してないみたいだけど、ああいうちょっとこうコミカルとかじゃなくて、ちゃんと自分がかっこいいと思うものをこう曲の詰め合わせみたいにして、リリースできたらなと。まあいつになるか分かんないけどね、2020年になっちゃうかもしれないけれども、そっちに向けてちょっとずつ考えていきたいなと思います。ということで第1位は、長くなってしまいますけれども、ノベーションローンチパッドプロでございました。はい、ということでランキングが終わったかと思いきや、殿堂入りというものが一つ、設けられておりまして、何だと思います？
今年買ったものでですね、もうこれはもう殿堂入りにせざるを得ないというか、もうこれはもうランキングつけるとかじゃないでしょ。今年買ってよかったもの、もう最強ですね。もうローンチパッドプロどころではない、もう一番、大切なものを買いました。これ何かと申しますと、こちら、結婚指輪でございます。はい、これはねちょっと実際にね結婚してから時間は経ってしまったんですけれども、ちょっと買おうということで、にわかっていうねところで購入しました。東京だとね新宿の伊勢丹の横にね、お店があるんだけれども、そこで私買いました。でそれをね動画にしてね、まあにわかっていうところで結婚指輪とあと婚約指輪も買いましたよっていうお話をしたらですね、なんとその後行きましたと、生徒さんたちがにわかで買ったっていうのを見て、僕たちも行きましたみたいな、そういうカップルの方からいくつか返事いただいて、結構行ってるみたいよ。なんかそのにわかのそのこれのにわかの中ではなんかこう、あ、なんか瀬戸さんっていう人が紹介してくれたんだみたいな感じで、なんかこうなんかざわついてたみたい。それで瀬戸さんの動画見て、瀬戸さんの動画見てみたいな感じで、みんな来るから、何々瀬戸って誰みたいな感じで調べたら、あ、あの人かみたいな、多分なってるんだと思う。ということで、今年の殿堂入り、ね、もうランキングつけるとかじゃないですよ、もうこれね、結婚指輪と婚約指輪を買いましたっていうことでした。はい、ということで以上2019年の買ってよかったものランキングでした。瀬戸康史の動画。はい、ということでですね、動画4本にわたってお送りしてまいりました瀬戸康史の買ってよかったものランキング2018なんですけれども、なんだろうね、来年はね、物を減らしたい。僕買ってばっかりで、家がどん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 もう物で溢れてきちゃってるわけですよ。やっぱそれってね、 YouTuber とか仕事とかっていう以前に、まあ、人間としてね、人間の暮らしとして、いや、こう家の中が物だらけっていうのはやっぱよろしくないので、来年はねちょっとまあ、テーマとしては捨てるというか、まあ売るかもしれないけれども、まあ、そう処分する、物を減らす、シンプルに自分が使うものだけがお家にあるっていう状態が一番美しいわけですから、なるべくシンプルにしていきたいなというふうに思っております。買っても使わないものがいっぱいうちにある、それでいいんですかと。家が汚い、いつも片付いてない、それでいいんですかと、ネタのために物を買う、飛び出て買う、それいいんですかというのはね、ずっとあるんで、真面目に生きていきたいですね。私は真面目に生きていきたいと思いますねこれ かぶりながら言うことじゃないけれども、ちゃんと暮らしたい、ちゃんと暮らしたいっていう気持ちになってきてますね。動画に振り回されてるっていう感じよりは、まあ、動画も出しつつちゃんと暮らすっていうことかな。余裕を持ってね、好きな音楽とかも作りつつ、それ動画に出しつつ、でゲームもね、今実況でちょっと流れ的にいい感じになってきてるんで、ゲームも楽しみつつ、ゲームを楽しんでる俺を見て皆さんも楽しみつつ、なんかこうゆったりと暮らしていけたらいいよなって思いますね。はい、ということで、もうね、これもう2019年に見てる人もいると思いますけれどもね、まあそれが2018年の最後に僕が思ったことということで、また2019年、頑張っていきましょう皆さん。はい、ということで以上、良いお年を、そして2019年の方、明けましておめでとうございます。じゃあな。